いつも動画を見ていただきありがとうございます。さあ今日も行ってみよう。私の動画では選手を呼び捨てにしたりヤジを飛ばします。選手は神様だみたいな方はストレスの原因となるので見ないことをお勧めします。お金をかけてギャンブルをしている一人として動画を作っています。命をかけてレースをするレーサーとして敬意の気持ちは持っていますのでご理解ください。かどうか10秒前です。発送でございます。5秒を切ります。3秒前、第5レースの予選スタートしました。10メートル差のインコースから松尾学飛び出しまして、ハンデゼロの高岡を叩いていきました。さあ松尾学の主導権です。そして3番手から人気の一角片野もうまく続いて片岡をさばき切りました。先頭は松尾学、2番手には片野。さあ片野はこの松尾にはまる前に先頭に立ちたい。レーサー2周目に入ります。松尾学がインコースぺったり、この外からさあ肩野、いや合わされている。こうなると後ろの出番だ。3コーナーから4コーナーでここで肩野がアントがまくり切りましたが、その時にはすでにもう平田、残りは4周回、松尾に絡まれている肩野、ここはなんとか先頭に上がった。ついていくのは平田、さらには4番の増田、7番の福永というところもついてきております。6番の中山徹は現在後方集団です。3コーナーでは揺さぶりをかける平田正隆、残り3周という段階で先頭に上がりました。平田が先頭に立っています。片野が2番手、さらに追い込んでくる福永、福永の長距離砲が出るか、この距離感はさあどうか。3コーナーから4コーナー飛び込んでくる7番の福永、それでもわずかに片野が2番手キープしていますが、残り2周回、この距離は福永には圏内であります。さあイン飛び込んで2番手に上がりました。3番手に交代した片野、そして4番手争いに6番中山徹が現れます。さあ4番の増田を抜き去って残りは1周半、3番手の片野に届くかどうか。レースは最終周回、片野に対しまして外からぐい伸び、6番の中山が一まくりするのか、ここで外から抜き去るか、抵抗する片野、抵抗する片野、抜き去った中山が3番手に上がっています。先頭平田、2番手福永、3番手中山の体勢になりました。今チェッカープラックを受けました。毎度あり、やった、おめでとうございます。12レースの発走でございます。ランプが消えます。3秒前、12レースの予選スタートしました。ハンデゼロではほぼ同体、外から高橋雄一足を伸ばしていきました。そして20メートルハンデは古木が先行しています。30戦は枠なり、深谷が先手を取りました。中村は最後方からの競争であります。先頭高橋、2番手宮地の後をついてくるのは斉藤高道、4番手から古木、そのアウトコースから6番の深谷が上がってきています。競争は2周目に入りました。ここで斉藤高道が内をついて先頭に上がりました。さらには中段3台さばいた中村が5番手に上がってきています。6番の深谷が前を捉えるのが早いのか、それとも中村が先に深谷を捕まえるのか。3、4コーナーのカーブ、さあ立ち上がり、深谷の内を狙った中村入りきれません。先にこの深谷が入ろうとしましたが入りきれない。こうなると深谷をまずは狙うのが中村正人となります。先頭は斉藤高道、2番手は5番の古木、3番手が深谷、ぐーっと深谷のまくり、ここは食い止めている古木、切り返しの体勢から深谷がホームステッチがあれば2番手に上がりました。残りは3周回、斉藤高道が先頭だ、深谷が2番手の位置、さらには古木の因果は中村がさばいてまいりました。さあ先頭争いはここで明け足して6番の深谷が先頭に上がりました。3番手で待っているのは中村、内を救ってくるか。残りは2周回終盤戦です。深谷が先頭に立っています。2番手斉藤高道、中村が追い込んでくる。2コーナー立ち上がりでは斉藤高道をさばいて2番手に上がった。さあ先頭深谷を追い上げる体勢を中村が作っています。先頭争いは深谷と中村のマッチアップ。4コーナーを立ち上がって残り1周ブルーフラッグ、深谷が先頭だ。
深谷が先頭だ。その差はちょうど一写真ぐらい。中村が見定めている。ちょっとインコースをガードしている深谷に対しまして、中村が外から、これはゴール線上、どのようになるのか。さあ、内側中村刺そうとしていますが、これは届かない。いただきだ。やった。おめでとうございます。ブルーランプが消えます。3秒前、特別一般戦第9レーススタートしました。今度は決まった。おっと、今度は7番の佐藤麻也がスタート失敗だ。20メートル線からは3番の真中が先手を取りまして、佐藤麻也は大きく出遅れました。先頭は1番の今田、2番手には高石がつけています。真中3番手、ここをまくって攻めるのは6番の山浦。後ろからは8番の浜野潤が追い上げる体勢だ。レーサー2周回目、ここで真中の内をついて山浦が3番手に前進に成功しております。真中を刺した6番の山浦、5番の田中進もついてくる。さあ、先頭争いはここで今田のインコースを飛び込んでくる高石。高石が先頭に上がりました。オール膨らんだ6番の山浦を刺した3番の真中、真中の逆襲だ。残りは4周回、先頭は2番の高石、2番手には1番の今田、内打ち小回りは3番の真中大輔、そして相当から5番の田中進が来たぞ。一気に前を飲み込む勢いだ。高石の前まで行った行った。先頭は5番の田中進に変わっています。2番手ついていくのは山浦、あっと2番の高石が盛り返しています。そして4番手には真中大輔、後ろからは4番の稲川誠也が差してまいりました。外には浜野潤、依然として出遅れた佐藤真山最後尾。残りは2周回終盤戦です。田中進が気持ちよさそうなまくりを決めて先頭に立っています。高石が2番手の位置、切り返そうとした山浦、立ち上がりで滑りました。体勢変わらず2番手の位置は高石、3番手が山浦、後ろからは佐藤麻也、ようやく追い込んで今5番手あたり、滑った6番の山浦。残り1周ブルークラックを通過しております。先頭は田中進、2番手は高石、6番の山浦がもう一度今度は外から迫ろうとしている。最後のコーナーに向かっています。2番手は高石がリード、6番の山浦3番手から、最後は内を狙いますが届かない。5番の田中が制しました。大当たり、毎度ありがとうございます。おめでとうございます。ほつれ、このレースはね、ちょっといつもと違ってね、後取りです。うん、ここなんですよ。これね、まあ、ちょっと小倉選手がね、なんかチェーンが切れたとかなんとかってね、ちょっと詳しくあれなんじゃないんですけど、でまあチェンジが入らずに多分切れちゃったから、そのまま落車っていうか、スピードが上がらずに後ろのね、中村雅人選手と、ね、松尾浩美選手が落車してしまったという事故なんですけど、これね、なんか、9号員に対してね、なんかこのヘルメット取れとかね、ああ、何やってんだとかね、罵声を浴びせたね、そういう動画が上がっててね、すげえ気分悪くなったんでね、俺もまあこれ動画に撮ろうかなと思って、今撮ってるんですけど、まあ、命をね、こう守る、選手にとっては守ってくれる人なわけですよ、救護員って。でね、浜松でもね、不良の事故で救護員の方が亡くなったけれども、命を張ってるお仕事ですよ。それにね、金網の外からね、あれしろこれしろってね、ああ、やっぱ言っていいこととね、言えないことって人間あると思うしね、ああ、それがオートレースファンとか言ったらね、ちょっとね、同じね、オートレースを好きっていうかね、
応援してる人間としてね、ムカつきますね。ああ、さすがに、おい、失礼だからよ、言ったやつ謝れや、この野郎。って言いたいですね。やった！おめでとうございます！グッドボタンを押してくださると素直に喜びます。チャンネル登録は、ああこいつとは話そうと思ったらしないで結構です。気の合う方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。